アナログデバイセズは、半導体デバイスを製造するアメリカの多国籍企業。特に AD、ADC、DAC、MEMS DS、DSP を主力としている。アナログデバイセズは、独立系の半導体企業として、長く続く会社の一つである。1965年、レーステイタとマッシューローバーが設立した。1969年3月11日、 株式公開を果たした。1979年にはニューヨーク証券取引所に上場。1990年8月プレシジョンモノリシックを買収した。2017年3月リニアテクノロジーを買収した。2021年8月マキシム・インテグレーテッドを買収した。アメリカ国外の工場としてはヨーロッパではアイルランドのリムリックにある工場が最大である。 また、フィリピンに大規模な試験施設がある。また、海外の設計開発センターが、エディンバラ、メルボルン、ミュンヘン、バレンシア、イスラエル、北京市と上海市、東京と名古屋と大阪、台北市、バンガロールとハイデラバードなどにある。AD1888AC97、コーデック。ありがとうございます。